サンプルエンジニア佐々木です。イエーイ、どうもアルカリです。ありがとうございますということでね、ちょっと昨今世の中がコロナウイルスと言われてる中で、はいはいはい、ライブとかがね現在ちょっとできないっていうか、うん、あの自粛傾向にある中で、アーティストさんたちがその YouTube とかでさ、あのライブ映像とかを出してくれてるっていうところで、そうね、まあ、その中であの SIM が2015年に行ったあの日本武道館のライブ映像をフルで上げてるんですよ。はいはいはい、はい、伝説のね、もう一度しかやらないって言われてるんですよね、うん、でその中からちょっと一曲ね、あの聴いていただきたいなという曲がございまして、はい、その曲がですね、あの Face っていう曲で、あーはい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 、あのパラサイトデジャブ行ったじゃないですか、うん、でその一番最後に披露してて、うん、その曲めちゃくちゃかっこいいなと思ってて、うん、日本武道館の一番アンコールの最後でやってるんですよ。おーいいね。それがもうめちゃめちゃかっこいいですね。ボルテージもマックス、それをね見ていこうかなと。 Who says we can't live at 日本武道館サメだけよ。もうこれ武道館がねライブハウスになってますから、マジで。なるほど、あーすげえマジでってな感じですね。いやいいですね、もうちょっと楽しかったわ。いやね、もうなんかね、いる感じになるよね、見てるだけちょっと楽しかったね。めちゃくちゃかっこいいなと思って。これはもうずるいね。いや、えぐいよね。いやもう分かってるわ、やっぱシムはすごいこれやられたらもうぶち上がるに決まってるでしょ、ね、こんな。やばかったね。これ1曲目切り組でしょ、だってこの、そう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 、ライブもうやばいでしょ。いやめっちゃかっこいい。切り組で始まってこうフェイスで終わる、もうやってますねこれ。やばい、もうバチバチのセットリスト最強すぎだろ。うん、結構重ためじゃん、マジで重ためなサウンドだけど、うん、あの途中でさ、あのキリ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 って、あそこがめっちゃ好きで、しかもベースとなんかユニゾンだし、ね、あそう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 あそこがめっちゃかっこいい。俺はやっぱ途中のやっぱちょっと回しで、いやあのね、シンさんのあれが好きなんですよね。かっこいいよね、あのベースのシンさんかっけえんだよな。かっこいい、こう回してる時リマン兵長に見えんだよね。確かに確かに、なんか立体機動装置使ってるそうそうそう、いやこれめちゃくちゃかっこいいっすよ。いやこれはずるい、かっこいい。お時間あったらね、まあ、2時間くらいなんですけど、全編通して見ていただきたいなって感じなんです。フェイスだけ見る感じに関しても1分くらいですからね。うん、これ本当にだから今そのライブができないから、まさにこういう映像があると嬉しいね。いや本当にこうアーティストさんの心意気というか、なんとかしてイベントを行えない中でもこう楽しんでもらいたいみたいなね、気持ちみたいなのが、もう全然1曲ずつに広告つけてくれていいですけどね。本当にねその心意気も含めてすごくかっこいいなと思って、いやさすがですわな。今回ね紹介させていただきましたね、まあ、期間限定というところでこの事態というかが落ち着くまではアップされてるっていうところなんで、ぜひ気になった方は見ていただきたいなっていうライブでございますね。これはもう極論っていうか部分ですけど、やっぱバンドマンやっぱ武道館ってかっこいいよね。